お願いいたします。ロク君はね、トイレトレーニングはもうほぼ9割ですね。昨日夜1回だけね、そのヨギボーにおしっこをかけたという最後の最後にやっちまったことはありますが、9割成功しておりますので、引き続き、トイレトレーニングはよろしくお願いします。あとお口の周りのお水もね、全然改善されとらんということなんでね、その辺もうちょっとお口を閉めるという目標を持っていただいてよろしいでしょうか。じゃあクレームに入らせていただきます。またね、ムク君宛てにね、クレームが来そうですね。ムク君クレームはちょっと多いですね。ちょっと頑張ってやっていきましょうかね。ムク君宛てのクレームはですね、バーバからのクレームです。77歳のバーバからのクレームですね。スリッパを加えて部屋中をヘケヘケ顔で走り回り、どっかわからないところにスリッパを隠すという、クレームが入っております。もう77歳のばあちゃんなんでね、スリッパを探し回るのが億劫ということなんでね、スリッパ加えてどっか走り回るのはいいけども、ちゃんと、定位置に返してくださいというクレームが入っております。はい、では次はですね、僕からのクレームです。この前もちょっと言うたとばってんね、じいちゃんの寝床を取らんでくださいと言うてますけども、ほら見てください。もう俺の寝床はなあなっとる。母ちゃんがね、ボス君かわいそうやけど、もう一枚鉄板ば持ってきてくれとうとばってんた。もうそこにはもんちゃんがね、もんちゃんがもう鉄板使ってから、もう俺の鉄板がないっちゃんね。どうにか俺の鉄板を返してくれんかなと思っております。こうやってね、毎回ね、はい、どきなさいって言うとばって、何のかないかんとよー言うてね、ここで孫対じいちゃんの喧嘩が始まりますね。どけよお前言うて、嫌だよ言うてね、もう最終的にはもうじいちゃん諦めてね、孫に譲るっていう形になっておりますんでね、本当は譲りたくないんです。まだ僕4歳ですんでね、じいちゃんと言ってますけど、まだ僕4歳なんでね、譲りたくないんです。ちょっとその辺の気持ちは分かってくれんかなと思っております。クレームはね、今日はこんな感じですかね。